はい、皆さん、こんにちは。ハリウッドスターを目指す男、アレクサです。200名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつもありがとうございます。今日はですね、待ちに待った、放課後デイサービスでの、僕の古着のカスタムの、特別授業なんですけど、まずですね、やっぱり僕はこんな先生になりたいなみたいなのがずっとあって、それが今日ようやくですね、僕が初めて教壇に立てるんでできるんですけど、やっぱり GPO の鬼塚ですよね。やっぱりパッションのある先生ってなかなか今いないんで、こうドアをですねガチャッと開けて、皆さんこんにちはみたいな、みんな夢はありますかみたいな言って、僕はハリウッドスターを目指す男アレクサですってまずこれを大声で言って、子供たちにですね、何がこう第一印象でこう突き刺したいなと思ってます。やっぱりこう、僕が一番伝えたいのって、この前もお伝えしたんですけど、この古着のカスタムの面白さではなくて、この自分の好きであったり、自分の夢とか自分が考えているアイデアっていうのを形にする楽しさというか、表現するこう面白さとか、これからの可能性っていうのをやっぱり子どもたちに一番伝えていけたらなと思っております。今日実際僕が作ったやつもですね、いくつか持ってきたのであれなんですけど、これでですね、子どもたちにびっくりさせたいなと思ってます。これとこれですね、デニムのジーダンスで、これもアメリカのフラッグを切ってですね、自分で縫ってカスタムしてます。で、これが最近作った、スマイリーですね。スマイリー、スウェットをですね、こうハサミでチョキ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 切って、緑のメッシュキャップ、まあちょっと古いメッシュキャップにこうやってカスタムしてます。これ結構かっこいいですよ、シルエットも良くてですね。あと実はもう一個あって、これは僕がアメリカのサンディエゴから、日本にですね、去年帰国する飛行機の中で描いたんですけど、はい、なんちゃってコンバース、コンビンスをですね、自分でマーカーでぐちゃぐちゃにこう重ねした超ダサいスニーカーです。これ結構入ってるんですけど、これも子供たちに見せたいなと。というか今回のテーマはもう好き勝手にやっていいと、これやっちゃダメっていうルールがないん で学校の授業ってやっぱ1+1=2とか 3×2 は6とかっていう、まあ答えがあるんですけど、この今僕がやってるこの剣のカスタムとかクレヨンで描いてる絵って答えがないからやっぱり面白いんですよね。子供たちには答えのない面白さっていうのを伝えていけたらなって思ってます。今日ミスったなと思ったのが、ちょっとこれ見えますか、ね、ちょっと気合い入りすぎて、これさすがにちょっと子供たちに見せちゃったらまずいんで、ちょっと後で隠します。それこのコンバースちょっと見てくれませんか、この色落ちとこのボロさ加減に、このリーバイスの511からの、もう今日はですね、なんかもう子供たちにこんな男いるのかと、こんな先生いるのかっていうのをですね、第一印象でこうバシッてこう やりたくて、結構パンク色強い、僕あんま黒系あんま着ないんですけど、黒のクワーズライト、このコーデュロイキャップに、このグレーのテロテロのナンバリングシャツに511のスキニーですね。これでもうストロングスタイルで子供たちに何かですね伝えたいと思いますので、皆さんぜひ楽しみにしていて、ください。子供たち早く会おうね。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男、アレクサがお送りしました。それでは皆さん、失礼します。